私がいなくなったらどうする？あの日から自分の人生に意味なんかなくなった。生きてるのか死んでるのかすらわからない怠惰な生活に身を任せてる。変わりたいなんて思ってない。はい、お待たせ。お疲れ。今日はバイト？朝終わった。この間の話さ、考えてくれた？うちの会社の準社員、話したら結構 OK っぽいし、続ければ社員もなれるって。お前ソータさ、そろそろもうフラフラすんのやめてさ、お前の母ちゃんも心配してんだろ？別にフラフラしてるつもりはねえよ。まだ気にしてんの？お前が気にしてもしょうがないだろ。何度も言ってるけどさ、西島のあれは事故だったんだし、なんでお前がさ。目の前で光の話すんだって何度も言ったよな。何すんだよ。俺はお前のためを思ってさ。そんなこと誰が頼んだんだよ。は？せっかいなんだよ、お前のそういうとこ。うざいんだよ、昔から。そんな風に思ってんのかよ。分かったよ。じゃあお望み通り、おせっかいの俺は消えるよ。本当のことを言われるのが嫌いだ。どう見たってフラフラしてる。今の自分が大切な友人まで奪っていくのが惨めで仕方ない。俺は変わる気なんてない。どんなに昔の自分に戻ろうとしても、あの過去が変わることはないんだ。俺の罪。そうだ、光、本当に来れた。なんか雰囲気違うね。そうだよね、6年も経ってるなら。そうだ、とうとう俺は、いやもうとっくにか、マジでおかしくなるとこまで来ちゃったよ。え、何が？幻覚まで見るか。なあ光、そこまでして俺を責めたいか？私は幻覚じゃないよ。そんなわけないだろ。なんで思い出させるんだよ。なんで俺の口からこれを言わせるんだよ。いるはずないんだよ。6年前に死んだお前がいるはずないんだよ。本当なんだね、私が死んだっていうの。だからこそ私はここにいる。6年前、2011年から来た。あなたを助けるために。は？私が死ぬっていう2011年の12月10日、私はそれよりも前からこの時間に来た。なんだよそれ、意味わかんねえよ。そんな映画みたいな話信じられるわけないじゃん。こうやって私があなたの前にいること、
それが何よりの証拠だよ。何なんだよそれ。ならお前が死ぬのを止められるってことだよな。なあ、そうなんだよな。分かってんならなあ。未来から来たんだろ、それぐらいできるよな。なあ。私は自分がどう死ぬかなんて分からないし、死ぬつもりもないよ。ここに来たのはソータを助けるためだって。詳しいことまでは分かんないけど、救ってほしいって言われて、だからここに来たの。救うって俺死ぬってことは？それは分かんないけど。そりゃ好都合だよ。こんな人生とおさらばできるなら、ご都合だよ。自分で死ぬ勇気もなかった。けど、生きる希望も気持ちもなかった。一番欲しいものが俺に来るんだったら、喜んで受け入れるよ。なんで？死ぬかもしれないんだよ。なんでそれを喜んでるの？そんなの、私の知ってるソータじゃん。それこそ、お前の知ってる昔の俺は、とっくに死んでんだよ。今の俺なんだよ。6年前お前の好きになってくれたソータの6年後なんだよ。ありがとな幻覚さん、いいこと教えてくれてさ。お前が本当に過去から来た光なら、せめてあの日にもがいてみてくれよ。そうすれば翔太は何があっても翔太だよね。俺を助けたって放置したって、お前が死に向かってる事実は、結局お前は死ぬんだよ。最後に私のわがままを聞いてください。多分ずっともういなくなった彼女が、俺はこれが聞きたかった。